はいみな、えー、さんこんにちはかようまりのでございます今日はですね弁護士懲戒王座決定戦ということで、えー、弁護士自治を考える会というですね、まあ、ブログさんに、まあ、掲載されていた、えー、内容を引用して、えー、ご紹介をしたいと思います、えーい 対ですね。弁護士は何回まで懲戒処分を受けることができるのかということで、えー、まあ、今なおですね。熱い戦いが繰り広げられているということでございます、えー、そんなまあ、弁護士懲戒大綱決定戦ということなので、えー、上位3名をですね。今日はご紹介したいと思います。まずですねえ。懲戒弁護士や弁護士がま懲戒された回数がですね。多いまあ順にですね。ちょっとその。 弁護士会ですね先にご紹介しますと第一位香川弁護士会ですね、えー、なんと9回の懲戒記録を持つ弁護士がいますそして第二東京第一東京弁護士会こちらは8回の懲戒記録を持つ弁護士がいるそして二位タイで新潟弁護士会同じく8回そして第三位が東京弁護士会で7回の記録を持つ弁護士がいらっしゃいますそしてじゃあ早速ですね一位からもうご紹介しますと香川弁護 弁護士会所属生田輝夫弁護士ですね、この方はです、ね、なんと元裁判官で22年間ですね裁判官をやられていたということです、裁判官辞めてですね弁護士になられた後は裁判所の実態ということで告発した著書を出してみたりとかねしていましてしてています、で現在はですね9回の懲戒処分を受けてまして、現役最多ということになります。 えまあ、ご自身はです、ね、弁護士会のやっかみによって懲戒処分を受けているというような発言もされているとで最近ではこで、ね、今年5月21日にです、ね、和歌山カレー事件のです、ね、林真澄さんの再審、ね、請求を申し立てたということで、まあ、話題になった方ということで和歌山カレー事件の弁護士もされている方でございます。えー、まだ、ね、史上10回2桁台のです、ね、懲戒 回数を受けて弁護士というのはいないそうですので、10回のですね、記録に期待がかかる弁護士でございます。そして第2位ですね、飯田秀人さん、東京弁護士会所属でございます。この方は、計9回のですね、業務停止ということなので、懲戒を受けた9回中ですね、9回すべてが業務停止の処分であったと、大変珍しいです。その懲戒、まあ、停止 月はですね、合計三十七ヶ月にも及ぶということで、九回の業務停止を受けて三十七ヶ月の業務停止なのでかなりですね、東京弁護士会あのかなり温かい処分をしていたんじゃないかということでまあ言われています。ただ十回を目前にしてですね残念ながらお亡くなりになられてしまったということで現役ではございません。えそして二位タイです。え第一東京弁護士会ですね、え宮本幸一弁護士ですね、名義が氏弁護士でしてあの 满。 その非弁業者にですね自身のの名義を貸ししていましたでその非弁業者がですねこの宮本弁護士の名前を使って案件を集めてです、ね、事件処理していたんですけれども難しい事件はですねこの業者全部放置していたということで宮本さんはね預かり知らないところでまあ,あ、ね、いろんなことに巻き込まれていたとで、えー、私は知らないということでね、えー、弁護士会にも泣きついたんですけれどもまあ退会処分ということで、まあ、弁護士をお資格をまあなくすといいますかね業務が できない状態になりまして、えー、脱落ということなので、この方も残念ながら現役じゃない、えー、現役なのはもう生田輝雄さんですね。この方がまあ,あの2桁にえま憶、あ、然となっているということなので、まあ、期待がかかる宮本さん。ちなみに最後有罪判決を受けていますので、ちょっと再起は難しいのかなと。 いうところでございます。はい。で、まああの他にもですね、えー、まあいるんですけれども、ちょっと時間の都合上ですね、今日はこの3名にしました。もしね続編見たいよっていう方いたらね、またあのー。 3位以下ねどうあのご紹介をしたいいとは思っていますで、えー、最後にですねこのいあの弁護士自治を考える会の、ねえー、ところにも載っていたんですけれども懲戒を受けないためにということで6つのポイントがございます。えー、まず1つ目、会費は払うと、会費はちゃんと払いましょう。そして第2、二つ目、逮捕・起訴されないことそして3つ目、嘘でも反省の態度を見せること4つ目、横領してもすぐに返しましょうとそして5つ目、 えー、会部ゴルフ飲み会はね積極的に出て幹部をよいしょしましょうとそして六つ目最後後期員になることこれでね懲戒受けないためのこの六つのポイント、えー、皆さんもね、えー、まあ現役の方はぜひ心得ていただければというところでございます、えー、そんな感じで今日は、えー、懲戒王座決定戦ということで一、えー、位のまあ一位からねちょっと二位まで、えー、計三名ですねご紹介しました、えー、生田さんにね期待がかかるところでございますのでまたね 情報がありましたらご紹介していきたいと思っておりますそんな感じで今日は以上でございます最後までご視聴いただきありがとうございました